ホームに停車中の EMU539 号電車段々駅は台湾キールン市段々区にある台湾鉄路管理局議覧線の駅四足停駅が管理する無人駅で区間車のみが停車する台湾鉄路管理局議覧線8都駅段々駅四足停駅99年法拡短客間機喫量2011年12月29日時点の オリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄寺管理局、100年報拡散客観運き釣量、を。2012年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄寺管理局、101年報拡散客観運き釣量、を。2013年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月4日閲覧。台湾鉄事管理局102年報拡散客観期喫量。2014年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄事管理局103年報拡散客観期喫量。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。 台湾鉄次管理局104連邦拡担下運期喫量2016年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局105連邦拡担下運期喫量2017年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局 106年報各端客下運気、質量ボリュームオブパッセンジャー&、フレイトトラフィック、台湾鉄時管理局、2019年6月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年5月5日閲覧、107年法格却客運機、質量ボリュームオブパッセンジャー&、フレイトトラフィック、台湾鉄時管理局、2019年6月5日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2019年5月25日閲覧。108年報拡端客観期。質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄時管理局。2020年5月13日閲覧。鉄道省。鉄道停車場一覧。昭和12年10月1日現在。国立国会図書館。 p521https コロンスラッシュスラッシュでシリット .ndl.go.jp スラッシュインフォ ndljp pido1207554ab ダン社団ダン再風土乱種札2001年段々大師雑誌社長キールン氏文化中心怒り行三36ページ abcd ンダン。 だんだんつぼあなし2003年少々著書法文化、誇り広二28ページ台湾鉄路管理局。ありがとうございます。